そうですね、まず一つは、まあ、これはこれも皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、歌が非常に個性があってテクニックも長けてると思うんですけど、その、まあ歌以外にも暗記物すごい現場のなんていうんですかね、演出というか、足をこうしようっていうのをその現場に応じていろいろ考えてくれる、まあシレンさんと並んで現場監督みたいなポジションの人だと思うので、暗記もトータル そのコーディネートすることを常に考えてるっていう人だなっていう印象です。今日も、僕の衣装をなんかいろいろ見繕ってくれたり、場所によっては作ってくれたりとかしてくれてます。